はいどうも、桃木ゼロの巨都人セロリ高之です。お願いします。というわけで今日も暇を有効に使ったフットボールラジオということでやっていきたいと思います。で、今日なんですけど今日は J3 リーグ第24節の試合感想ということでやっていきたいと思うんですけれども、J3 は2週間のブレイクを挟んでようやく再スタート。今週はね、土曜日に全試合が行われた J3。この中断期間で補強に大きく動いたクラブもあれば、静かに目標に向けて取り組んだクラブもある中で、結果をサポーターに見せたクラブ、結構あったよね。そんな J3 リーグについて話していこうと思います。じゃあまず話していくのが、バンラーレ八戸 VSFC 岐阜の試合。先制したのはホームの八戸。11分に左のコーナーキックを獲得すると、安藤選手のクロスに近石選手がヘッド。ここはね、セーブされたものの、こぼれ球を永田選手が押し込んで、立ち上がりまだ10分経ってすぐくらいの時間に先制。さらに22分には左サイドで受けた永田選手がドリブルで岐阜のディフェンス陣を翻弄し、シュートコース空いたところを見逃さずにゴール。いい個人技からのシュートでこの試合2点目。まあ、これでね、流れを八戸が持っていったよね。さらに八戸、31分に左サイドの安藤選手が深い位置からクロス。最後は佐藤選手が仕上げて3対0。なんと前半で3点を決めて試合を優位に進めていきましたね。しかもね、11分、22分、31分と全部ね、試合が落ち着きそうな時間帯に追加点って決め切ったのが八戸の良かったところなんじゃないかなと思っております。で、後半に入っても八戸の勢いは止まることなく、49分には佐藤選手の速いシュート性のクロスを岐阜のゴールキーパー中山選手が弾いていったものの、佐々木選手が押し込んで4対0。これもね、後半の立ち上がりからまた決めて岐阜の出花をくじいてたよね。で、85分にはね、PK も獲得して八木下選手が蹴っていったものの枠を捉えることはできなかった。そして後半のアディショナルタイム、岐阜の田口選手がコーナーキックから打点の高いヘッドで意地を見せるゴールをゲットしたものの4対1、八戸が勝利していきました。前半から完全にゲームを支配していたし、やっぱり早い時間帯での先制点、そして2点目3点目と効果的に奪っていったのが勝負の分かれ目やったと思うし、岐阜は後半にギアを上げていこうとしたところで4点目を献上してしまって、全くと言っていいくらい自分たちの時間がなかった。まさに明暗がはっきりと分かれた試合っていう感じでしたね。じゃあ次行きましょう。次に話していくのが、岩手グルージャ盛岡 VS アスルクラロ沼津の試合。この試合は 0-3 でアウェーの沼津が勝利。現在最下位で苦しんでいる岩手は、この中断明けの試合もものにすることができなかった。前半の序盤は静かな立ち上がりで、守備から入っていく岩手と攻撃の糸口を探してボールを持つ沼津といった構図やったね。ただ29分にサイドからのフィードを持ち選手がエリア内で受けたところで、深津選手に後ろからタックルを受け倒されてホイッスル。沼津が PK を獲得するんよね。そしてこれを持ち選手自ら決め切って先制。ど真ん中にしっかりと決め切って前半折り返すと、後半に入ってからは沼津の攻撃陣が躍動。66分にゴールではなかったものの、和田選手がクロスボールを直接シュートまで持っていってクロスバー。すると71分、左サイドから低いクロスに徳永選手がダイビングヘッドでネットを揺らして2対0。93分には右サイドから今度はクロスを供給していくと、柳町選手が合わせて3対0で勝負あり。まあ、その後にもね、ベテランの川又選手がネットを揺らすシーンはあったんやけれども、これはゴールとはならなかった。ただ圧倒的攻撃力を見せつけた沼津が再開初戦を勝ち点3、自動昇格圏内に名乗りを上げる勝利ということになりました。さあ次行きましょう。次が福島ユナイテッド VSFC 琉球。この試合は中断前苦しんでいた琉球が勝利ということで、最後の最後に試合を動かしましたね。序盤は福島が琉球を相手にうまくゲームを支配して攻撃の形を見せていた。ただ22分にエースの塩浜選手が負傷による交代。少しここで福島の勢いがそがれてしまった雰囲気はありましたね。ここからは一進一退の攻防やったし、琉球は竹澤選手と岡澤選手、福島は森選手と吉永選手がミドルシュートで牽制していく。エリア内での決定機は少なかったものの、積極的にシュートを打ってました。で、後半はお互いに決定機を作っていったものの、終盤まで0対0。このまま終わると思っていた92分、琉球の上原選手が大きなサイドチェンジを選択。これで岩渕選手にボールが渡ると、ダイレクトで中へパスを供給。最後は竹澤選手がネット上段に決め切って勝負あり。最後の最後に勝ち点3を手にした琉球。3連敗と苦しんでいた中で、ここからもう一度追撃となるか期待ですね。福島の方はホームで痛い敗戦。後半は矢島選手の決定機などもあっただけに、悔やまれるところはありそうやね。次節勝利をものにできるのか注目したいですね。さあ次行きましょう。次が YSCC 横浜 VS 蒲田マーレさぬきの試合。
どちらも少しずつ勝利の味を知ってきた中で中断期間に入ったリーグ戦、この再開初戦をものにしたのはさぬきということになりました。 YS のホームっていうこともあって、関東はね台風の残りで風が大きく吹いていた試合も多かったんよね。でその追い風を利用したさぬきがロングフィードで積極的に仕掛けていたし、11分のシーンではクロスボールが風で流されてゴールキーパーの足元にグッて入り込んでいくシーンとかもあったよね。ただ YS 横浜の方も35分に脇坂選手がミドルシュートでゴールを脅かすシーンとか、松村選手のドリブル突破でチャンスを作っていくシーンがありました。でこのまま前半が終わろうとしていた44分やったね。コーナーを獲得したさぬき、最初のクロスはクリアされるものの、右サイドからもう一度クロスボールを供給、最後は丹羽選手が頭で合わせて先制。前半終了間際にゴールを決めてアウェーのさぬきがリードで折り返し。で後半はね少し静かな展開となっていった中で、途中出場の前川選手が79分に追加点を挙げるんよね。後方からのフィードでバイタルエリアにボールが入っていくと、前川選手が少ないシュートコースを見つけてミドルシュート、これが決まって2対0、さぬきが値千金の追加点、まあ、これがねかなり決勝点にはなったよね。その後は YS 横浜が絶好の位置でフリーキックを獲得すると、中里選手が直接決め切って2対1、これがね本当にうまかった。綺麗なカーブをかけてのシュートにキーパー一歩も動けへんかったし、1点差にはしたものの反撃はここまで。 YS はねこのフリーキック1本がゴールにはなったものの、アウェーのさぬきが逃げ切ってこれで連勝ということになっております。さあ続いていきましょう。次は AC 長野バルセイロ VS テゲバジャーロ宮崎の試合。どちらも中断前苦しみに苦しんでいた中で迎えたこの試合、勝利の女神が微笑んだのは長野ということになりました。まあ、前半からねお互いに積極的にシュートを狙っていく場面があって、どうしても先制点が欲しい、勝利が欲しいっていう執念を感じるプレーが共にあった。長野は2分のショートコーナーから近藤選手がシュートを放ったんやけれども、ゴールキーパーの青木選手に防がれる。対する宮崎は44分、カウンターから橋本選手が抜け出して決定機もシュートは枠を捉えられず、互いに決定機は作ったもののスコアレスで折り返し。ただ後半に入ると状況は一変、ゴールが生まれていく展開になったんよね。立ち上がり宮崎はスローインでクイックリスタートから、最後はあの選手が押し込んで先制。まさに電光石火やったし、長野からするとえこれ決まんのみたいな痛すぎる立ち上がりの失点やったね。ただここで下を向かなかったのが長野、すぐに攻撃に意識を向けていった中で、56分に左サイドから三田選手がクロスボールをエリア内に入れると、浮田選手と宮崎のディフェンダー誰かわからんかってんけれども、競り合いのところでプッシングがあったとして PK を獲得。浮田選手がもらった PK やったけれども、これを近藤選手がしっかりと決め切って1対1、同点にしていくと62分やったね。長野がカウンター。またも左サイドから三田選手が受けて、ドリブルで運んでいき、最後は浮田選手がゴール。これで逆転。見事なカウンターやったし、最後落ち着いて流し込んでいってましたね。で、さらに75分にはまたも左サイドから、今度はオーバーラップしてきた杉井選手から、浮田選手が今日2点目を決めて3対1。エース浮田選手の復活も見せた長野がリーグ戦7試合ぶりの勝利を手にしていったということになりました。対して宮崎の方は中断前から続く悪い流れを断ち切ることができなかった。リーグ戦6連敗で迎える次の試合は最下位岩手との裏天王山。どんな試合になるのか、そして勝利を手にすることができるのか注目です。さあ続いて話していくのがギラバンズ北九州 VS カターレ富山の試合。3連勝と勢いに乗っていた富山と、11試合負けなしで上位につけてきた北九州の一戦、白熱の様相やったんやけれども、ここを制したのは北九州。夏休み、そしてチームが絶好調という相乗効果で迎えたホームゲームは、なんと1万2000人超えの来場者となったこの試合。北九州はね、ホームでたくさんのサポーターを目の前に、前半の立ち上がりから攻撃的姿勢を見せていました。まあ序盤こそね、富山の臼井選手に裏に抜けられシュートチャンスは渡してしまったものの、その後は安定感を見せつけてましたよね。16分のフリーキックのチャンスではクロスボールと見せかけつつ直接狙っていくなど面白い攻撃をしていた中で、24分、自陣からパスをつないでいってビルドアップに成功させると、右サイドから人数をかけて崩していき、藤原選手のクロスに永井選手が合わせて1対0。素晴らしい動き出しからしっかりと決めていった。今シーズン10点目で北九州のエースがチーム、そしてサポーターを煽っていってましたね。まあ、前半の終盤にかけては富山がボールを握り返して一進一退の展開に持ち込んでいたものの、北九州が持ち前の堅守を発揮して跳ね返して前半を 1-0 で折り返す。後半開始と同時に永井選手が下がったよね。で伊沢選手が投入されたんやけれども、ここちょっとアクシデントかなんかじゃなかったらいいなって思ってますね。
まあ、後半開始と同時に永井選手を下げる理由があんまりわからなかったんで、アクシデントなんかなと思ったりもしてるんやけれども、まあ、情報がね、出てないのでわからないって感じやね。ただ伊沢選手が入ったことによってトップの位置に入ったのが藤原選手。56分に自陣でフリーキックを獲得すると、これがゴール前まで行き、こぼれ球を藤原選手がシュート。これが決まって2対0。ワントップの位置に入っていた藤原選手が早速結果を見せていきましたね。北九州がこれで優位に試合をね、本当に進めていけたし、富山の方も2点ビハインドの中、サイドから攻撃を仕掛けていく場面っていうのを多く作っていた。ただ最後までゴールを割ることができなかった。富山の連勝記録は3でストップしたものの、まだ4位をキープ。次の試合で切り替えて勝利を手にできるか注目やし、勝った北九州はなんとこれで12試合負けなし。しかも直近5試合の成績が4勝1分けとほぼ勝ってるんよね。まあ、その影響もあって5位まで浮上してきた。どこまでこの躍進が続くのか期待しかないですね。さあ続いていきましょう。次が、大宮アルディージャ VS 津江源金沢の試合。上位陣同士の直接対決、圧倒的首位に位置している大宮と、プレーオフ圏内から自動昇格を目指す金沢ということで、互いに負けたくない一戦やったね。試合は序盤から攻撃的にシュートを打っていく展開。金沢は開始1分に新加入の西谷選手がサイドからカットインを仕掛けてシュート。ただここはゴールとはならなかった。その中で大宮は4分にロングフィードで相手陣内にボールを入れていくと、石川選手が先に触れて並走していたオリオラサンデー選手にパス。これを受けてそのままシュート。なんと見事なカウンターっていう感じだったし、これで点が入るんかっていうイメージがあったね。フィジカルに定評のあるオリオラサンデー選手ではなくて、石川選手が競り勝っていたっていうのもポイント高いところよね。まあこういうね、早い時間帯に大宮が先制したんやけれども、金沢も11分にコーナーキックから遠い位置からやけどシュートを打っていくシーンとか、35分には西谷選手、前半終了間際には小島選手がミドルシュートを打っていくなど、ゴールにね、本当に積極的に関わっていってた。まあただ大宮の方も26分にオリオラサンデー選手が自らサイドを仕掛けて強引にシュートを打っていくシーンとか、杉本選手がシュートなど、エリア内でゴールに襲いかかるシーンはあったんよ。だから本当に前半から一進一退の攻防っていうのがあった中で、4分の先制点が大宮にリードを与えていったっていう感じやね。で後半に入ると大宮は立ち上がりにサイド攻撃からヘッドでのチャンスとロングフィードで抜け出してエリア内に持ち込むシュートをオリオラサンデー選手が見せていった。そして66分やったね。後半3度目の正直といった言葉が似合うのか、左サイドからエリア内にグラウンダーのボールを入れていくとオリオラサンデー選手が足元で受けてシュート。これが決まって2対0。決定機がね、何本かあった中でチャンス決めきれないところもあったけど、今日2点目、新加入のエースっていう働きをオリオラサンデー選手が見せていました。で大宮はその後金沢に猛攻を食らうし、梶原選手のシュートとかはあわや失点っていう場面もあったんやけれども、ゴールキーパーの笠原選手のビッグセーブもあり、無失点でゲームを終わらせた。完璧な試合運びで勝ち点3をものにした大宮がしっかりと首位キープ、勝ち点を稼いでいきました。対して自動昇格圏に向けて勝利が欲しかった金沢は、大宮を相手にはなるけれども痛い敗戦。2位の沼津とは勝ち点差4とそこまで広がってはいないので、次節の FC 大阪戦でサポーターに勝利を届けられるのか注目です。さあ次行きましょう。次が松本山雅 VS SC 相模原。この試合は点の取り合いになったし、劇的決着っていう形でしたね。前半から白熱した試合やってんけど、立ち上がりの6分、松本の高いディフェンスラインの裏を取った徳永選手が左サイドドリブルで突破していくと、そのまま鋭いクロスをファーサイドに流していき、最後は高野選手がシュート。これが決まって1対0。ファーストチャンスをものにした相模原が先制点を奪っていく展開。正直このゴールは積極的に行こう、高くディフェンスラインを保って前からプレスをかけていこうとしていた松本にとっては不安を誘発してもおかしくないゴールやった。まあこの後ね、本当にちょっと苦しみはしたんやけれども持ち直したんよね松本。30分にサイドからテンポよくパスを回していって、ペナルティーエリア内でファールをもらって PK を獲得。ただこの PK を蹴った浅川選手のシュートは相模原ゴールキーパー三浦選手がドンピシャセーブ。ここ止めるんやっていう感じだったし、悔しい気持ちをね抱えながら試合を進めていったであろう浅川選手は44分に同点弾を決めるんよね。セットプレーの二次攻撃で一旦逆サイドに展開させてクロスボールに合わせていったのが浅川選手。打点の高いヘッドでネットを揺らして同点。さらに前半のアディショナルタイム、右サイドを山本選手がドリブル突破、足を滑らせながらもエリア内に入れたクロスボール、最後は10番菊井選手が決め切って2対1。松本が前半終了間際に逆転。
これにはホームのサポーターも歓声が上がっていたし、この時間に決めてリードした状態で折り返せたっていうのは本当に大きかったよね。で、後半も互いに攻撃の形が出来上がっていて、相模原は後ろから前線にフィードしてセカンドボールを回収して二次攻撃を繰り広げる。松本はサイドから起点を作ってクロスなどでエリア内に圧力をかけていく。そんな展開で一進一退の攻防が見られてました。すると80分、相模原大外フリーになっていた橋本選手にパスを通すと、そのままフリーでクロスボール、最後は途中から入ってきた高木選手がヘッドで決めて2対2。これで同点。残り10分とちょっとで、お互いに残り10分とちょっとでの同点弾で試合が分からなくなったし、ここからはね、お互いに勝ち点3が欲しいっていうのもあって、かなりオープンな展開になってましたね。そのオープンな展開を制したのが松本山が、94分にカウンターを発動させると、中央をドリブルで運んでいった菊井選手、完全にフリーの右ではなくて少し密集地域の左の村越選手へのパスを選択したんよ。そしてそれを決めきり期待に応える村越選手、冷静にネットを揺らして3対2、試合を決定づけていくゴールが決まった。これね、右に出してたらもちろんクロスからチャンスっていうのはあったんやけれども、シュートを狙える試合、シュートを狙える状況、そして試合を終わらせる可能性が高い方にパスを出した菊井選手の選択、めちゃくちゃ良かったね。結果的に打ち合いとなったこの試合を制した松本が勝ち点3を手にして4試合負けなしということになりました。さあ次行きましょう。次がガイナーレ鳥取 vs 奈良クラブの試合。鳥取も奈良もボトムハーフにいる中で、上位への糸口をつかむ、もしくは残留争いに巻き込まれない、どちらかをベースに戦っていくのか考えないといけなくなってくる時期っていうような内容の順位のチームやったね。その中でまだ可能性を残してきたのがガイナーレ鳥取。試合が始まって5分の先制点、高柳選手のアウトサイドでのパス、これで完全に抜け出した福井院選手が奈良のゴールキーパービト選手をかわして無人のゴールに流し込み先制。高柳選手のね、あのアウトサイドでのパスは見事すぎたね。で、14分にもね、コーナーキックから富樫選手のヘッドと決定機を演出していたのが鳥取。いい前半やったし、奈良の方は早い時間帯に先制点を取られて、攻撃面でちぐはぐになってしまっていた。いつもやったら早い時間から積極的に仕掛けていくイメージやってんけど、その良さが立ち上がりの失点で消えてしまったっていうような印象でしたね。で、後半に入っても鳥取のペースで、奈良が少し自陣に入ってきたところを、しっかりとした守備ブロックでストップ。そして攻撃に移り変わっていく。そんな展開の中で66分に、鳥取はまたも高柳選手のパスから、今度は松木選手が抜け出してシュート。キーパーとの1対1しっかりと制して追加点。まあ80分にはね、奈良の下川選手に1点を返されてしまったものの、最後の最後まで鳥取が自分たちのしたいサッカーをし続けて勝ち点3。なんとね、4月28日の11節 VS 琉球戦以来となるホームでの勝利ということで、鳥取サポーター待ちに待った勝ち点3をホームで選手が届けてくれたということになりました。そして最後に話していくのが FC 今治 VS FC 大阪の試合ですね。絶好調の5連勝で中断期間を迎えた今治と、少しここ数試合勝ちに見放されてしまっていた FC 大阪の試合は1対1のドロー。序盤から主導権を握ったのは FC 大阪で、しっかりと攻撃面でなかなか苦しんでいた中断前から修正をして、サイド攻撃をベースに今治に襲いかかっていた。ただシュート自体はお互いに少ない展開で、ミドルシュートなどで FC 大阪は武井選手、今治は横山選手がちょっと打っていくっていうくらいで、本当に少ないシュートチャンスでしたね。その中で39分、 FC 大阪はゴールキーパーの永井選手のロングフィードで前線へ通すと、勢いのまま久保選手がエリア内に侵入。そして放ったシュートは今治守備陣がライン際でブロック。さらにそのこぼれ球を古川選手が押し込んで先制。流れるような速攻、ゴールキーパーからのフィードが起点となって生まれたゴールやったんやけれども、これね、セリエ A の開幕戦で鈴木ザイオン選手が見せたロングフィード起点からのゴールに似てて結構驚いたんよね。 FC 大阪永井選手、いいキックやったなっていうのが印象に残ったゴールでした。その後は今治が反撃。40分にはカウンターから近藤選手が強烈なシュート、これはクロスバーに直撃、決死のクリアをする FC 大阪っていう構図があった中で、後半に入っても勢いは衰えずに、56分というまだ始まって時間がそこまで経っていない時に、新井選手のスルーパスで抜け出した加藤選手がシュート。相手ディフェンスに当たってコースは変わったもののネットを揺らして同点。その後も今
張は同点に追いついた勢いそのままにウェズレイ選手や加藤選手がサイドからのクロスを合わせて決定機作ったものの、最後ゴールキーパー永井選手がセーブっていうところで試合終了。今治からするとちょっと勝ちきれなかった悔しい引き分けにはなったんやけれども、負けなしは継続。沼津に勝ち点で追いつかれて得失点差のところで3位に落ちてしまったものの意地を見せた。そして FC 大阪はなんとか掴み取った勝ち点1。上位陣とこれ以上離されたくない中で勝利が必要やったけど、内容を見れば耐えれたんじゃないかなと思いましたね。というわけで今回も週末に行われた J3 リーグについて話していきました。中断明け最初の試合でどこのチームも気合が入っていたとは思うし、その影響もあってか最後に話した FC 大阪と今治の試合以外は決着がつく展開やったんですよね。まあ早速新加入の選手がスタメンで出ているところもあれば、まだベンチスタートになっていたりするところもある中で、この夏移籍で補強したピースがハマるところを楽しみに次も見ていけたらなと思っております。ちなみに来週は2位沼津と3位今治の勝ち点で並んでいる上位陣同士の自動昇格圏内をかけた試合とかもあるので、そこに注目してみたいなと思っております。じゃあ今回はこれくらいで終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございました。また次の動画もしくは配信もやってるので、そちらでお会いしましょう。バイバイ。